はい、言って。はい、大森君言って問題。A 括弧 x プラス1、うん、大なり、辻括弧大なり x プラス a、 x プラス何、 a2乗。ああ、これを解きなさいということですね。で、不等式も同じなんですけど、不等式は、まあ、重要というか、まあ、みんなもいいでしょうけど、例えば2と1ってなっちゃうけれども、じゃあこれにマイナス1をかけたらどうなりますか。そしたらマイナス2とマイナス1で、でもこれ嘘ですよね、フェイクですよね、これありえないでしょ。だからマイナスをかけたら不等号の向き変わります、マイナスで割ったら不等号の向き変わりますということはみんな心の中で知ってたり、もしくはああそうだったんだなってなってると思います。で、問題はここに文字が変わります。 A、 そうすると 2A と A なんですけど、 A って感じになるのはこれは正の時の話であって、 A が0の時はどうなるんですか。 A が0の時は 2×0 と 1×0 だから、これは解なしですよね。これありえないでしょ。ああ、0の0って許されないでしょ。だからこれはありえないわけですね。で、 A が負だったらどうなる。 A が負だったらこれって、まあ A が負だったらこれまずいですよね、逆転ですよね。まあだから文字をかけたり割ったりするときは、あのその文字が正か正か負って3種類に人生が分かれると、こういうことがポイントです。で、それがこの問題です。で、今からそれをやっていきましょう。で、これも試験範囲ですからね。で、いきますよ。じゃあまずバラしましょう。で、まあまあ行きましょう。バラしましょう。まあ安全策取りましょう。で、 x だけ固めます。まあこれもまあ別に問題点はないでしょう。で、次にこれカッコで書きます。ここも問題点はありません。では問題は次です。あ、で、これもくくっちゃいましょう。もういきます、お願いします。あ、やった、あ、すいません、これ間違えましたね、すいません。危ない。え、ちょっと待ってね、これ x でいってこうで、あ、くりましょう。だから a-1 の x ですね。はい、失礼しました。こうなります。そうね、こうだよね、 x を自覚だね、普通はね。で、あ、やった、これバンバンって切ったら0点です。確実に0点です。で、動作がこれ分かれますな。a-1 が正の時、あ、だから、まあ、すいません、あの一部の人が言ってましたけど、すなわちって書くんですね。すなわち a が1より大きい時で、 a-1 が0、すなわち a が1の時、すると a-1 が負、すなわち a が1の時と、こういうふうに人生3つ分かれる、こうなります。で、今から3つその流れいきます。で、1より大きい時はどうなるかというと、まあ0じゃないんで割っていいわけですから、割っていいですね。2とか3とか4みたいなもんですかね、正の数だから。だからいきなり a-1 でこう割っちゃうから、あ、まあ一応書きましょうか、こうですね。で、結局 a より大きいと、 x 大なり a という答えになります。まあ普通の答えですね。で、次ですね、a が1の時、まあ a-1 が0、 a が1の時になります。で、 a が1の時どうなるかというと、まあここに入れるのもいいですし、ここに入れても元の式に入れましょうか。元の式に入れてみると、まあでも、まあ行きましょうかね、元の式でもいいですけどね、はい、こうして a が1だから x たす1か、あー、で、それで、そうですね、 x で1でいいですね、 a が1だから、したら x 消えますよね。まあ、行きますか、一応こうしましょうか、一応ね、普通どうやっちゃうわけね。
したらこれ0で消えて0です。これはありますか？ダメよね、許されないよね。0やけんいいでしょ、そんなダメだよ、数学は。不適ですよね、問題として。だから解なしでもいいんですけど、僕は不適だと。適さないよね、これ問題としてか。だから A が1の時は問題として成り立たない。だからもちろん解なし、だから学校の先生がどういうセレクションをするかによります。だから今回試験範囲の人たちはどういうふうにこれ解いてるか、よく先生のノートを見てください。で、考え方によっては A が1だったらこれはもう同じもので代償関係こうなってるからってことで不適でもいいと思うけど、解なしって答える人も出てくるでしょうね。だからそこの不適、まあどっちか、それは学校の先生の流れになってください。でも少なくともこういう答案にここまで書けばいいです。で、次ですね。次は今度は A-1 が負の時だから、負で割っちゃうと逆にしないといけないんですよね。で、これ約分実行されて答えはこうなります。だから全然答えが打って変わるわけですね。いいですか？だからこれをちょっとしっかりこれ理解して、この場合分けができるようにしてください。いいですか？疑問点ありますか？ある？分かんない？何が分かんない？まずこれをこう計算してここまで来ました。で、割り算をするときはさっき等式のときがあったように0と0じゃないがあったんだけど、今度は不等式のときは正か負か重要になってきます。だから正のときと0のときと負のときというふうに分け方が増えます。で、正のときはそのままドンと割ればいいだけです。負のときは不等号の向きを変えないといけません。で、0のときはじゃあ実際に A、この場合は A が1のときなんですけど、1を実際代入して計算をしてました。そしたらこういうことはありえません。だから、まあ、解なし、まあ、不適、そういうふうに答えます。わかりましたか？疑問点ありますか？じゃあメモってください。プラス括弧2マイナス A 閉じる X マイナス 2A 小なり以降0。はい、これを解きなさいということです。小なりイコールがつくんですね、はい。で、これなんですけど、どんな時も因数分解ができるか頑張りましょう。できない時は解の公式ですけど、うん、まあできるかな。すいません、私は下手なんで。よろしいでしょうか、これ。大堀君いいですか？合ってますか？私どうですか？いいですか、セラン君。はい、すみません、ここで間違ったらもうちょっときついですからね。で、次いきます。さて、二次不等式ですけど、ってなんですけど、例えばこれが x-1 の x+2 で0以下だったら、まあそんなに難しくないです。なぜかというと、ここを0にするのは1で、ここを0にするのはマイナス2。で、こうなって0以下だから、ここだから、ここ答えがここだというふうになります。で、これはいいんですけど、問題は A ってなってしまいました。だからマイナス2は確定なんです、すでに。じゃあ A がどこに行くかによるんです。 A がこっちに来ちゃったらこうなるし、 A がこっちに来たらこうなって答え変わってきます。うん、また厄介なのはこうなった時はこうなっちゃいます。3つに分けないといけないんです、これもね。そこで、こういうイメージを膨らませながら3つに分けていきます。これで、答えはマイナス2と A ってなるときと、マイナス2と A が等しくなるときと、A とマイナス2になるときですか。こうなるんですか、可能性があるとしたら。で、こう図を描くといいです。図を描くといいです。そして A マイナス2の時、どんな A の時でも対応できる、この時で A マイナス2の時、こういうふうに答案を作って
上げていきます。いいですね。でこの時なんですけど、これの時は答えはまあちょっと色をずるっと使いますけど、こう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 なって、まあこの間が0以下ですから、マイナス2小なりイコール x 小なりイコール a。 そうです、文字がいっぱいあると分かりにくいだから必ずこういうふうに書いておくといいですね。 x の話をしてるんだから、今この x の2次不等式を解いてるわけだからね。だからこうです。でこの時は解なしじゃないんだよな、イコールが残ってるから、イコールが残ってるから0、ここ OK だ、ここ OK なんだな。だから答えは x イコールまあマイナス2、マイナス2イコール a だからこうこれでいいわけですな、うん、でこれはどうなるかというと a 小なり x 小なりマイナス2とこういうふうになります。要するに似たような答えが出るから、ここの何々の時に全部点数がつくわけですな。そうですわな、これ入れ替えただけじゃないってなるからね。だからこの辺図をきれいに書くと分かるということです。疑問ってありますか。じゃあついでに次も行きましょうか。どうぞ。はい、 AX 以上小なりイコール AX なんかうんって感じがしますね。で、まあ一応移行をしましょう。これはどんなことかというと許されます。で、A でくくるのも別に AX でくくるのまでいいんじゃないですか。こうなります。で、今度はまああ、ちょっと待って、これいいんですよね、これ順調ですよね、合ってますか、ちょっと確認してください。これによって変わることは、A が正か、A が0か、A が負で、グラフの形が変わりますね。わかりますか？どういうことかというと、A が正だったら、こうじゃないですか。で、A がちょっと0はちょっと、まあ、ちょっと保留しましょう。で、こちらだったら、こうなりません？で、今、0以下ですか。そしたら答えは0と1っていうのは固定ですね。ですよね。で、もう青で書けば0以下の部分ってここですよね。だから答えはまあまああの時って書くんですよ。ちょっとこれが心配ですけどね、悩ましいですけど。そしたらこれは0小なり小なりイコール x 小なりイコール1の数字を入れればこれは成り立つというふうになります。でこっちはこうなりますから、その時の x の値だから、x 小なり01小なり x とこうなります。でまあ悩ましいやつが残るんですけど、じゃあ元の式に入れましょう。元の式に。そうすると 0x 次乗小なりイコール 0x。 そしたらこれはですね、もし等号がなかったらまた解なしになるんですけど、等号があるから生き残るんですよ。ただどんな x を入れても成り立ちますね。これ何百や何千マイナスいくらいと言って全ての実数という答えが出てきます。もしイコールがなかったらまた解なしというふうになります。わかりますね。疑問ってありますか。今日はなんか倍分けいっぱいしましたけど、わからない人いますか。大丈夫ですか。あ、はい、A が0より大きい時に、うん、はい、0より大きい時、はい、こっちですね、はい、うん、何何はい、A が0より大きいときは、例えばここですね。ってことは、0より大きいってことは、5x 次乗引く 5x みたいなもんでしょ。そしたら、y イコール ax 次乗で A が正のときは、こうなるんじゃなかったんですか。x がマイナスとかだったりした、うん、
x が、あ、すいません、あの y イコール 5x 次乗とかなったらこんな感じになるでしょ。そしたらマイナスが数字入っても正でございますね。はい、中学生でしたね。はい、